キサラズキャッツア,アイ、日本シリーズは2003年の日本映画で人気テレビドラマ、キサラズキャッツア,アイの映画化作品である。オープニングでは年を取った主人公たちを大物俳優たちが演じている。ユン・ソナ、内村テルヨシがゲスト出演している。また、ドラマシリーズにも登場した、相川翔、騎士団らが再び本人役で登場した。興行収入15億円。 また2006年にはシリーズ完結編として、キサラズキャッツ・アイ・ワールドシリーズが公開された。21歳にして余命半年と宣告された物産。死の淵から蘇って半年後の夏、野球とビールに明け暮れる毎日を送っていると、騎士団がキサラズでロックフェスティバルを開催することを知る。キャッツのメンバーも、 物産作詞作曲のラブソングを新曲に引っさげて、参加が決定。そして突然、みんなの前に死んだはずのおじいが現れ、キャッツたちは大騒ぎ。山口先輩は出所した猫田を店長に、元ストリップ劇場のキサラズホールを韓国パブに改装。そこで働く、韓国人、ユッケと出会った、物産は、ひょんなことから一緒に、伝説の赤い橋を彼女と渡り、急接近。 そんな中、美玲先生が高校時代に憧れていたサイモサイ、安妻も夫妻が滅法うまい笑顔の素敵な微笑みのジョージが現れる。本校では日本シリーズに特化した内容のみ記載する。2003年興行収入10億円以上番組日本映画制作者連盟。ありがとうございます。